皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、まあ、今回も前回の続きですね、ちょっとチェスト、まあ、手に入れに行こうかなと思います。で、前回だったかな、そのチェストですかね、手に入れてまあ、手に入れたものが、まあ、マジックボトルとヒールドリンクと、あと剣ですね、戦士の剣ですね、それなので、まあ、まだね、エメラルドが、まあ、手に入れれない状況なんですよね。それなので、今日あたりぐらいにね、トパーズでしたかね。まあ、サファイアか。サファイア。まあ、トパーズもまあ出てくるとは思うんですけどね。まあ、ちょっとそこのあたりをね、宝石を手に入れれるように、まあ、やっていこうかなと思うんですけどね。まあ、なかなかね、やっぱりそればっかりはね、運なので、まあ、どうしようもできないんですけどね。まあ、日頃の行いが良ければ、まあ、出てくるでしょう。で、あとね、前回と多分前々回と、このフライシェーンですかね、多分音量がちょっと大きかったと思うんですよね。もうそれ、ちょっとね、自分確認、まあ、撮った後いつも確認するんですけど、その時なんかいつもなんかちょっと、音がちっちゃいかなっていうふうに思ったんですよね。撮る前か、撮る前に。で、少しまあ、オーディオインターフェースの、まあ、原因を上げて、まあ、撮って、で、まあ、聞いて、あ、まあ、ちょうどいいぐらいだなと思ったんですけど、よくよく考えたら、Windows の方の音量をちょっと下げてたみたいで、で、それで結局、まあ、それを元に戻すことによって、まあ、音声がちょっとでかくなってしまうという、本当にすいませんでした。まあ、そこまではね、ちょっと自分も、まあ、変えたのはね、自分なんですけど、すっかり確認するのを忘れてて、まあ、いつも通り音量、Windows の方も100だろうと思ってたら、なんか60ぐらいになってたんですよね。それで、まあ、結局、まあ、それを100に戻したら、まあ、まあ、自分の動画を見たら、なんかすごい、なんか音声が大きすぎるっていうことに気づいて、でもね、公開してしまったんで、もうちょっと、もう取り返しがつかないんでね、ちょっと謝罪させていただこうかなと、もう本当にすいませんでした。自分のスピーカーがね、ダイヤル式というか、ボタン式なんですよね、その音量を設定するのが。それなので、まあ、それで、まあ、ダイヤル式だったらね、調整は、細かい調整はできるんですけど、まあ、ボタン式というか、まあ、チェスト1個手に入れた。レベル2。まあ、ボタン式だとね、1、2、3、4っていう風な感じで上がっていくので、だいたい自分3でまあいいぐらいの、まあ、音声になるような感じで、まあ、動画見たりとかですかね、まあ、してるんですけど、その時に、まあね、やっぱりどうしても全ての動画がね、同じ音量というわけではないので、それで多分調整の兼ねて、Windows の音量を下げてたんですよね。それをすっかり忘れてて、で、そのまま、まあ、まあ、60ぐらいですかね。お、2つ目ゲット。ぐらいの、まあ、音量で、まあ、撮ってたんですよね。それなので、まあ、聞いたら、まあ、それはまあ、いつもより、あれ、音が小さいなって、それはなりますわね。まあ、それに気づかず結局、100に戻したら、なんかすごいなんかちょっと音割れしてるんじゃないかっていうぐらいの、ちょっとね、大音量になってしまったんですけどね。もう本当もう今後は気をつけます。本当にすいませんでした。まあね、それをやっぱりね、思った時にね、やっぱりダイヤル式っていうんですかね。やっぱこう、つまみのなんか調整ですかね。の方の、まあ、スピーカーとかの方がいいのかなって思うんですけどね。まあね、なんていうんですかね、今持ってるやつちょっと横長の、まあ、モニターの下に置けるタイプのやつなんですよね。で、前にそれで、まあ、ダイヤル式のは買ってたんですけど、なんかね、どうもちょっと時間が経つとね、勝手に電源が落ちるんですよ。まあ、初期不良なのか何なのか分かんないですけど、まあ、それがあったんで、もうちょっと、まあ、ボタン式というかね、ダイヤル式じゃないやつの、まあ、スピーカーですかね、使ったことがなかったんで、まあ、それをちょっと買って使ってみようかなと思って、それで今、ずっとそれを使ってるんですよね。まあ、それなので、まあ、そういうところですかね、そのボタン式のやつは、その調整がね、ちょっとやっぱり、しにくいというか、まあね、今回の自分みたいに、ちょっと Windows の方の音量下げて、そのまま、もうなんていうんですかね、まあ、気づかず動画とか撮って、で、まあ、元に戻してみたら、まあ、音量がでかくなるっていう風な、まあ、そういうなね、トラブルにもなりうるんでね、まあ、それはまあ、人それぞれだとは思いますけどね。
まあ、ただね、そういうようなところはね、ちょっと注意しないといけなかったかなと、まあ、自分でも反省しております。さあ行きましょう。さて、それじゃあね、あの宝箱今2つ手に入れてるんで、もうちょっと敵を買っていきましょうかね。まあ今回でね、やっぱりもうサファイアですかね、手に入れれるのであればね、手に入れたいんですけどね。 OK。 さて、あと102、まああと2、3体ぐらいはいけるかな。ここはね、固定のお宝がないんでね、もうどうしても敵を倒して手に入れるしかないんで。やばいやばい、あ、倒しきれ、あ、オッケーオッケー、ギリギリギリ倒しきれましたね。さて、まあ、そうこうしてる間にもう空腹度があと1です。持つかな、これね。ちょっと持ってもらいたいんですよね、やっぱりサファイア手に入れて。まあまずはね、あの食料、空腹度を本当回復させないと厳しいんでね。さて、これどうしましょうかね。一回ちょっと鑑定しますか。鑑定して、もしワンチャン石が手に入るのであれば、まあ、食料ですかね、手に入れて回復させればね、まあ、いけると思うんですけど。そうか、そこまででも回復させたとしても、次にまたすぐ出てくるかっていったら、ちょっとそこも、まあ、疑問ですわね。まあ、出てきてくれるのであればね、それはまあ、あのすぐにもう交換して、もうがっつり食べて、またチェストを回収ですかね、しに行ってもいいんですけど、出なかったことを考えたらね、どっちがいいのかなっていう風な感じがするんですけど、とりあえずちょっと、まあ、一か八か、まあ、鑑定してみましょうか。こればっかり本当運なので。さあ、1の方からですかね、まあ、とりあえず2個だけですけど行ってみましょう。6で次が2ですね。お、8が出てきた。さあ行きましょう。あ、来た。あれ、でもこれルビーで、スキルブック、フリーズボトル、ちょっとこれ覚えたかな。覚えましょう。ただこれルビーは交換できなかったですよね。そっちじゃないんだな、欲しい宝石は。トパーズとサファイアですから、多分これルビー第2の村だったかな。あっこなんか図書館の目の前になんか交換してくれるようなところが確かあったような気がするんですよね、第2の村の。図書館がね、こっち側だったかな。いや、嘘だな、こっちだな。多分ここで交換が確かできたはずなんですよね。多分これじゃないかな。物好き、綺麗な石。あー、やっぱりルビーここだ。で、まあ金ブロックですけどね、ちょっとすいませんね、もうあの金ブロックは使ってないんで、ただ気持ちね、一回やっぱりここで交換、使わないですけど活用したということで。でね、最近ね思うのが、ちょっとね、自分のこのヘッドセットっていうんですかね、これあのいつもあのプレステとかはまた別のヘッドセット使ってるんですけど、あの、まあ、マイクラ撮るときはね、あのいつも使ってるプレステ4とかで使ってるやつではないやつを、まあ、使うんですけど、なんか接触不良なのか、時折なんかジリ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 なんか変な音がしてるんですよね。まあね、それをちょっとね、あの変な音がしてるのを聞くとね、やっぱりなんか最近、あの日頃の行いが良くないのかなと。もう何もしてないんですけどね、別にこれといって。まあね、それがあるのでね、多分
直接オーディオインターフェースに挿しているのではなくて、なんか延長みたいな感じですかね、コードがあって、まあ、そこにまたあのイヤホンであったりとか、まあ、あのこういうヘッドセットですかね、まあ、させたりっていう風な、まあ、感じの、まあ、延長コードが1本あってからの、まあ、ヘッドセットとかを挿すっていう風な感じになっているので、まあ、そこのラインの方ですかね、まあ、オーディオインターフェースからの、まあ、線が悪いのか、それともただ単にもうその接触部分ですかねが悪いのかわからないですけど、もうねもう仕方がないんでもうそのままやってますけど、まあ録画の方にはね全然音は普通に乗ってるので、まあそんなじり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 ですかね、聞こえてるのはもう自分だけなので、まあ我慢すればいいかなと思ってやってるんですけどね。まあそれなんで前々回ぐらいからですかね、なんかそんな音がし始めて、あれもうそろそろもうヘッドセットダメかなと思って、まあ交換してもなんか同じようになってたんで、まあ今もなってるんですけど少し、まあそれなんでまあノイズみたいな感じですかねが鳴ってたんで、まあヘッドセットかなと思ったんですけど、まあ変えても一緒だったんで、うん、まあそのヘッドセットをつなげる、まあ接触部分か、まあオーディオインターフェース側はねまだ全然まあ大丈夫だと思うんでね、まあわからないですけど、まあ問題ないかなと。まああるのであれば、まあこの中間のライン的な感じのところじゃないかなと思うんですけど、まあそのコードがねないんでね、もう仕方がないんでもうそのまま使ってますけど、さあ行きましょうかね、落としてくれないかな、来るな、あっぶね、あただまあ1ダメージで食らえましたけど、まあまあ大丈夫でしょう。さてと多分向こうからも出てくるんで、あ今もなんかちょっと一体だけ引き寄せましょうか、よいしょ、 OK、 まあこのね自分が使ってるまあオーディオインターフェースですかね、ヤマハの AG03 っていうやつをまあ使ってるんですけど、まあ自分もね結構ここにたどり着くまでにいろいろ苦労しましたね。っていうのもこのマイクミュートですかね、スイッチでまあオンオフですかね、まあ切り替え、まあ、するのがまあほとんどだと思うんですけど、まあ、そのカチッカチッっていう音がねどうしても自分この動画とかですかね撮ってる時にそれが乗るのが嫌だったんですよ。それなんでヘッドセットでいくつ買った、5つぐらい買ってみて、まあ、どれも試してもやっぱりダメだったんですよね。ボタン式のやつとかもなんかいろいろあったんですけど、やっぱりなんかそのミュートになったりミュートオフオンオフですかね、それの音がねどうしても乗ってしまうんですよね、カチッカチッっていう風なプツプツみたいな感じで、でね自分の中でねどうしてもそれがね許せなかったんですよね。それでまあね他のまあ、オーディオインターフェース的なもんですかねとかも試してみたんですけど、まあ、つまみをゼロにしてオフって書いてあるにもかかわらず、つまみをゼロにしてそのマイクですかね、まあ、両手で包んでなんかわーって叫んだ時にかすかに聞こえるんですよ。なんだこれと思って、オフになってねえじゃねえかと思って、でいろいろ探してこの AG03 ですか、これフェードっていうのかな、このつまみじゃないですけど、この、なんか上に上げたり下に下げたりして、なんかマイクのオンオフみたいな感じで、まあマイクミュートですかね、かけたりできるんですけど、それですかね。まあもうこれももうダメ元かなと思って、一応、このタイプは初めてだったんで、まあ、正直まあ不安はあったんですよね。どんな感じなのかもわからないし、使ったこともなかったんで、で、パソコンともまあ一応使えるとは書いてあったんですけど、まあ全てのパソコンにまあ相性がいいのかもわからないし、まあとりあえず、まあ一か八か。もうヘッドセットもね、5、6個ぐらい買って、で、オーディオインターフェースも1、2台ぐらいかな、まあ、買ったりとか、まあ、いろいろしてたんで、ちょっと試しに使ってみようと思って使ってみたら、まあ、これが大当たりですね。ゼロにしても、もう全くもって聞こえないという、もう自分がもう本当に欲しかったやつだったんで、うわ、もう自分はもうこれを探し求めてたみたいな感じで、ね、すぐ買ったんですけど、これは。で、それからもう、今日始めてからなんで何年5年ぐらいはもう使ってるのかな。そうですね、まあ最近でもまあ4年は使ってるんで、まあそれでも全然ね今現役なんですよね。でこれの今 AG03 の
通常自分が持ってるやつは白だったんですよ。で、ワイもずっと黒が欲しかったんですけど、まあ、それが、まあ、2022年の4月かな1日に、まあ、マーク2として黒が出たんでね、おっしゃ、これは買わないといけないと思ったね。もう転売だらけですよ。通常1万8000ちょいとかだったかな、それがもうね、あの2万5000とか、あの3万近くになったり。でね、悪質なのがね、あのこれ、あの旧型、旧型は白なんですよ。で、新型も白と黒って出てるんですけど、この旧型もね、またあの、転売価格、3万とかで、2万5、6000とかで売ってるけど、それがまたね、見たら腹立つんですよね。絶対もうあの、まあ、転売もそうですけど、明らかにその新型、もうパッと見ではほとんどわからないんですよ。本当にもうあの、違うところといったら本当にちょろっと、まあ電源が少し違ってたりとか、あとあのファンタム電源ですかね、赤とあのネズミ色のボタンがあるんですけど、それが丸になってるのがまあマーク2なんですけど、で今自分が使ってる旧型は四角なんですよ。もうそれなんで本当にもうそうなところがわからない限りは、もう本当にもうあのパッと見、あ、これマーク2かっていうふうに本当にもう勘違いして も本当にも仕方ないぐらいもうそっくりなんで、多分それを狙ってあの旧型もなんかもう 1.5 倍とか、まあ、2倍までは多分いかないとは思うんですけど、まあ、1.5 倍とかですかね。通常1万、まあ、5000のものを、まあ、例えば2万5000とかプラス1万とかでなんかプラスでなんかあの転売してるんで、もう本当こいつら何考えてるのかなと思うんですよね。で一応自分今あのまだ手には入れてないんですけど、1万8400円、まあ、定価で、まあ、出てはいたんで、それはまあ、あの今売り切れではあるんですけども、すでに買う予約はしてあるんで、もう転売でも絶対買いたくないんで、本当にもうあのもう転売価格なんかもう人を小ばかりしてるような金額なんでね。でそれでもうまあ買ったら買ったり、もう転売屋はもうお金儲けみたいなもんなんで、もうそれがもう腹立つんでね。もう自分はもう 18,400 円で出た時点で、まあ売り切れでも何でも構わないんで、一応もうとりあえずまあ予約みたいな感じでまあやってるんで、まあとりあえず、今はまだね、あの、その入荷されてないんで、まあ届いてはないですけど、まあまあそれ届くまで、まあこの旧型ですかね、でやっていこうかな。で、まあ、性能的にはまあそこまで、うん、まあなんか変わらないみたいではあるんですよね。まあ、ただね、ちょっと自分はもう黒が好きなので、もう自分のパソコンの周りも黒ばっかりなんで、まあ、それで、まあ、ちょっと買いたいなっていうのもありますし、まあ、パソコン今、まあ、3台あるんで、で、そのうちのまあ2台ですかね、で、まあ、動画撮ったりするんで、まあ、それの分のちょっと使い分けみたいな感じで、ちょっと使おうかなと思ってるんで、まあ、ただね、まあ、PS5 もそうですけど、まあ、なかなかね、まあ、増産するとはね言ってましたけど、まあ、増産したらまあ、うん、買うかどうするかわからないですけどね。でもまあ買えるのであればまあ欲しいかなと思いますけど、まあもう転売はね、もう買う気にもなれないし買うつもりもないんで、もうそれなんで、まあ増産してくれるなら増産してくれるで、まあそれまで待とうかなと。でもうね、コントローラーとかも黒が好きだったんで買ったんですけど、まだ一度も開封すらしてないんですよね。もうずっともう買った当時のままの状態で置きっぱなしなんですよ。それなので、まあね、プレステ5ね、出てくれればね、もう普通に買えるようになればね、ほんま一番それがねいいんですけど、まあそれもね、まあちょっと今もうコロナとかね、いろいろまあ世界的にもいろいろあるんでね、なかなかまあ部品がね入りづらい状況だったりするんでしょうけどね。まあそこはね、まあちょっと待とうかなと。まあつってもね、やっぱりもうちょっとプレステ5への、まあ購入感っていうんですかね、最初はやっぱり欲しかったんで抽選とかしてたんですけどね、まあまあ、どれもね、やっぱり外れたりとかするんでね、もうプレステ5もいいかな、みたいな感じにはなってるんですけどね。まあただ、まあ、通常まあ買える、まあ通常の値段ですかね、で買えるようになるのであれば、まあ、んちょっと、購入も考えようかなみたいな感じなんですよね。まあただね、まあほとんどまあソフトも出てないっていうのもありますしね、あとはもうパソコンとかでも、まあ、結構ねできたりするんでね、ソフトもね。で PS4 もね、まだまだ全然今自分の中で現役なので、まあ今はね、もう最初に比べたらまあそこまでも焦ってまあ買うのも
買うのもっていうかね、もうそこまでの最初の方の購買意欲はもうそこまでないかなみたいな、そんな感じなんですよね。まあね、まあ時が来れば、まあ、買えるようにはなるでしょうからね。まあその前にね、あのプレイステーション6が出なければいいですけど、それが出たらね、またなんか、なんかあの購入ですかね、手に入れるのになんか時間がかかりそうな感じもしますけどね。まあまあまだ先のことなんでね、わからないですけど、まあプレステ5もね、まあ今後はね、まあどうなるのかわかんないですけど、まあいつかはまあ普通に買える時は来るでしょうからね。まあその時に、まあ買える時にまあ買えばいいかなと。でやっぱりね、プレステ4とかみたいに、あのプロですかね、プレステはあの通常版はあのフル HD で、プレステ4のプロは、まあ、自分プロの方持ってるんですけど 4K 対応なんで、まあそんな感じになんか、出てくるのかもしれませんしね。プレステ5もなんかちらほらなんか出るとか出ないとかみたいな。でまあ5でプロ出すのであればね、多分 120Hz ですかね、まあ、プレステ4のプロはまあ 4K のまあ 60Hz なんですけど、まあ、プレステ5なんでね、まあ、4K の120ですかね、フレームレートがのものが、まあ、もしかしたらまあ憶測ではあるんですけどね、あのプロとして出すのであれば、まあそんな感じになるのかなみたいな、まあ、自分はね、その作ってるわけじゃないんでわからないですけど、まあ、出るのであればそんな感じになるのかなと思うんですけどね。あれどうした、あ、来た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 、あんなところでね、あの倒しもね、なんかアイテムだけなんか下に落っこちてしまいそうなんでね、できればこっちに来ていただいた方が。あー、でも落とさないか、惜しいですね。優しくエスコートしたのにダメでしたね。欲しいもの落としてくれなかったですね。まあ空腹度もね、結構もう減ってきてるんでね、まあちょっと心配になりつつあるんですけど、まあ、体力はね、まだあのどのみち MP 回復しないといけないので、まあ回復はまあできるっちゃできるんですけど、まあ、そこまでねちょっと制限かけるともう今度もう罪になってしまうんでね、もう MP も何もなくなってしまったら、まあ、それなんでそうならないうちに、あとあわよくば3つぐらいは欲しいんですけどね。まあでもね、そんなあの物欲出してもね、だいたい出ないんで1個ぐらいとかしか。とりあえず今2つ持ってるんで、まあこれだけはまず持ち帰ることだけ考えて、うわ、ちょっと待ってよ。正直、HP バーが出てこないんでね。で、ここで止めて。真ん中にいればね、多分アイテム下には落ちないと思うんでね。あ、でもエメラルドか、まあ、落ちても多分分からないと思いますからね。まあレベルが上がりましたね、走行しているうちに。レベル上げをしに来てるわけじゃないんですけどね。まあ HP バーが出てこないな。できればね、やっぱ今回でね、これはもう終わらしたいんでね。ただ武器もね、まだ全然集まってないんですよね、剣士が。28か。どうしようかな、1体ぐらいはいけるかな。ちょっと1体を引き寄せて。倒せるかやってみましょうかね。よし。あー、これ多分いけないな。くわ、ダメだ、足りない。さてどうしようかな、知力を上げてきますか。そうですね、今31なのでダメージが、まあ知力を上げて
次ラスト行きましょうかね。ただね、あんまりこればっかりね、ずっと動画としてあげるのもどうかと思うんですよね。かといって裏作業でするわけにもいきませんしね。どうしようかな。迷いどころではありますよね。だって同じような動画ばっかりで出されてもね、もうつまらないでしょうからね。また今回もじゃあテストを集めに行きますって、それがね、3回、4回も良くても、次でもこれも3回目になりますからね。それもちょっとどうかと思うんですよね。まあなんとかね、ちょっと打開策を考えないといけないかなと、まあ思うんですけど、まあテスト、まあ縛り上ね、サファイア手に入れるためにはね、やっぱりこのチェスト鑑定しないといけないので、でサファイア手に入れて初めてエメラルドが手に入るんでね、ちょっと鑑定だけちょっとしてみましょう。ここで入ってくれればね一番いいんですけど、さあ1からいきましょうかね。あれ、あ、上に向きすぎか。6、さあ来い。あ、ピッケルはいらない。今回ピッケル使わないんですよね。採掘用のピッケル、採掘いかないんでね。まあ最初のうちはね結構使ってたんですけどね。いやー、マジか。もうちょっと空腹度もね結構もう減り始めた。あともう半分ぐらいですかね、まあ3分の2ぐらいかな、まあ、ではあるんですけど、どんなかな。なんとかねエメラルド手に入れるまでは空腹度をちょっと持たしたいな。あ、そうそう、能力忘れるとこでしたわ。能力を上げたい。さて、そうですね、知力。7、そうですね、もう全部知力に上げましょうか、今回は。まあ、これで多分ダメージも33ぐらいになるのかな。あ、94まで上がったな。まあ、33ぐらいかな。まあ、それぐらいはね、多分いくと思うので、それか、まあ、もしくは35ぐらいまで、まあ、行ってくれればね、結構倒しやすくはなるんで、まあ、それの方がね、いいっちゃいいんで、まあ、できるだけ、まあ、数ですかね、多く倒したいんで、まあね、そうなってくると、まあ、どっちかを上げるかしかないんですよね。魔力か、まあ、知力か、威力を上げるか、回数上げるか、みたいな感じなんでね。まあただね、回数上げるのもありっちゃありなんですよ。まあ一発目からね、そのさっきみたいにダメージが入るかって言ったら、まあそういう時じゃないこともあるんで、まあそれなんで何発か食らわして HP バーが出てきてからね、あのダメージは与えるっていうような感じになるんで、まあ2、3発当ててから出てくることもあるし、まあさっきみたいに5、6発ぐらいとかですかね、当てて出てくることもあるので、まあそれを考えたらね、まあ回数ですかね、魔力を、まあ、上げてもいいかなと思うんですけど、まあ次ぐらいですかね、魔力を上げるのは。まあ、とりあえずね、威力、まあ、上げて、まあ他の魔法ですかね、すべて解禁されたか、解禁ですかね、された時に、まあ、やばい、来た！うわ、マジか。これですよ、これ。フライシェンでもある。空腹になるとダメージを一度食らうという。ただ HP が今いくらだ、316。これはちょっと厳しいな。35か。 OKOK、 なんとかならんかなこれ。もう空腹度がないんでね。
ーまだか。おっとやべ、3体出てきた。まあいいや。厳しい厳しい。まあまだ1なんでいいんですよね。敵からダメージ食らってないのどんどん体力が減っていく。あれもう1体どこ行った。とうとうこの時が来てしまいましたね。まあいつか来るとは思ってはいたんですけどね。このタイミングで来たか。痛い、地味に痛い。1ダメージが地味に効いてる。ただねこうなってくるとねちょっといろいろ時間を考えなくちゃいけなくなるんですよね。戻るまでにね体力を持ってくれればいいですけど、まあそこまでね減るスピードは速いわけじゃないんで、まあ戻るまでは大丈夫だと思うんですけど、ただチェストを手に入れて戻りたい。がくそーダメか、やばいやばい。もうフライシェンで空腹になってダメージ食らうのなんかもう初めてですよ。170何回やってる中で一回だけ何かでなんか1ダメージ2ダメージぐらいなんか食らったことがあるような感じはするんですけど、こんな継続的にはもうほんと今回初めてなんで、さーてとこうなってくると MP と HP 両方注意しないといけなくなりましたね。まあ、敵からのまあダメージもそうですけど、まあ帰り道ですかね。あでもただどうなんだろう、普通のマイクラみたいにやっぱりハート半分で止まってくれるんですかね。止まってくれるのであればね、それはそれでまあラッキーじゃないですけど、まあそこはまあ HP は HP でね、まあ、気にすることはなくなるんで、まあ、安心はできますけど、まあ、どうなんですかね。まあ、さすがにそこまでね、やったことがないんで、ちょっとわからないですけど、およよ、いろんなところになんか、マジカルが散らばってるな。チェストが出てこない。ここぐらいはちょっと出してもらわないと困りますね。これは出た。あ11、まあ11でもいいです、1でもいいです。あただもう MP がもう尽きてるな。あダメだ、帰ろう。よし今回もこの1ですかね、1個のレベル1のまあ、ものだけ鑑定して終わりましょうかね。もう次回からどうしようかな、本当に。同じのばっかりね、動画としてね、上げてもダメですし、かといって裏作業でやるわけにもいきませんし。まあ、そこら辺りはちょっと考えますかね。まあ、ね、リアルタイムでやるっていうわけにもいきませんからね。できればね、それの方がいいのかもしれませんけど。さて鑑定して、出てくるかなサファイア。さてなんとかね、やっぱりサファイアは出したいというか出てもらいたいというか出てほしい。出ないとね冒険が進まないんでね。まあでもHP ダメージだけでも結構減ってますね、これ。120。まあ、大体多分、5秒に1回ぐらいかな。4、5秒に1回ぐらいの割合でダメージ食らってるんで。ただね、
通常のまあマイクラみたいな感じで、まあ半分で止まってくれればね、まあそこまで気にすることもないですけど。さあ行きましょうかね。6。サファイア。来い。うわもうなんでピッケル。さっきいらないって言ったばっかりなのに。いらないって言ったから出てくるのかな。もう逆に超欲しいとかって言ったら出てこなくなるのかな。でも大体そういう時って大体出てくるんですよ、また。で、これで HP も回復はできるんですけど、まあ空腹度がね、まあ回復できない仕様になってるんでね、まあこのチェスト縛りにとってはもうとてもいい、とてもいい設定ですよ、これは。まあ回復されたらね、ちょっと縛りもやっぱこれ成立しなくなっちゃうんでね。いやーただ痛い。常にダメージ食らってるんでね。よいしょ。もうこんなじゃもうズタボロですけどね。まあ今回はね、ちょっとこれで終わろうかなと思います。で、まあ次回。まあね、本当悩みどころですけど、まあやったとしてもう次で、まあ動画としては、最後かなと思う、このチェスト集めの。まあ、それでも手に入らなければ、まあ、ちょっと救済措置として、まあ、何かしらちょっと考えようかなと思います。なので、そうですね。まあ、今回はピッケル3本と、あと、ルビーだったかな。ルビーと、なんでだからなんか忘れましたね。何かしらまあ手に入れたと思うんですけど、あ、スキルブックだ。ストームだったかな、なんか3を手に入れたんで、あ、確か風魔法だったかな、あ、違うわ。フリーズボトルだったかな、多分そうですね、フリーズボトルかな。うん、3だったんで、まあ、フリーズボトルを、まあ、手に入れたんでね。まあまあこれがね、やっぱりちょっと使えるようになるまでまだまだちょっと時間かかりそうではありますけどね。まあなんとか、まあ次回で、まあこの今の現状をね、まあ打破できるように頑張っていきたいなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落とさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。食らわないの？いや、やっぱ食らいますね。ではまた次回お会いしましょう。